東京国際大学2年の石関光と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石関さん、学生の試合ではインカレに、単幅出場することをまず目標に、でJOPの方では、全日本に、出場できるように、頑張っていきたいと思っております。はい、とやっていただく機会がないのでまずは全力を出して頑張りたいと思います。はいはい、レベル差があるのはすごいよく分かっているので、まずは、ゲームを取れるように、でそれを積み重ねられるように、食らいついていきたいと思います。やっぱり勝負なので何が起こるのかわからないというのはまあ大前提なんですけど、まあ、僕もいいプレーをして彼らに何か伝わればいいなと思いますし、まあ、それがね彼らが今後テニスをやっていく上でいい経験になったなと思ってもらえるように僕は全力でコテンパンにしに行きたいなと思ってます。いいですよね。なかなかやりますよ。バックハンドがいいですね。ショットもすごいキレがあるし、真ん中で捉える能力がすごい高いと思うんで、まあ、気持ちよく出せるとちょっと厄介かなっていう感じなんで、まあ、うまく走らせつつ、でも今彼らかなり飛ばしてると思うんで、まあ、ここでブレイクできたのがかなり大きいと思います。ここまでのどうですか？やっぱりラリーのレベルが高くてなかなか自分で決めに行くこともできなくて、かついい感じで攻めに行ってもしっかり返されるので、そこをどうにか崩していきたいなと思います。プレーしてますけどね。あれが言って僕まだ勝ってないんで、まだ気抜かずにしっかりサーブキープして、いいリズムで締めにいけるように頑張ります。さっきのが悪い見本ですよ。チェンジコートの時にああいう風に考えちゃ絶対ダメですからね。こうなるんで次もしっかりいきます。ちょっとファーストサーブの入りが悪くてサーブポイントがないんで、まあ、2ブレイクあるんでしっかりファーストサーブ強気にいきたいと思います。一球一球のラリーでここまで苦しめられるなんて。だがこのまま終わってたまるか。最後まで食らいついてやるぜ。それがテニスってもんだろうと言わんばかりの石関選手。石関、俺はお前のテニス好きだぜ。お前のプレーを見てると若い頃の俺を思い出すんだ。俺たちが生きる道はそう粘りのテニスだよな。最後まで食らいついてこいと言わんばかりの関口プロ。この後衝撃の結末が。っても決められちゃうんだよな。いやー、走りましたよ、お互いに結構。いや、僕もこんなにやっぱプレー自体はいいわけじゃなかったですけど、まあ、こうやって真剣勝負の中でやれることっていうのをやっぱこう僕としてはやっぱプレッシャーかかってるんで、テニスの内容としてはちょっと安全に行き過ぎたかなっていう感は否めないですし、まあ、サーブもそんな良くなかったですけど、まあ、その中で多分彼の得意なストローク打ち合いをでちゃんと抑えられたっていうのは良かったかなと思いますね。あんまこうもっとターン短いショットで短いラリー数でポイント取り行くこともできなくはないですけど、やっぱしっかり彼の得意なところで、まあ、勝負してやろうということで、僕としてもいい精神状態でプレーできたので、まあ、彼にもこういうふうにいいプレーを引き出してもらえたと思うので、彼にもやっぱ感謝しなきゃいけないかなと思います。はい、お疲れ様でした。スコアの方は 6-2 で関口プロの勝利となりました。よし。まずそうですね、石関選手からちょっとお話伺いましょうかね。自分の強みのバックと、振り回されるところをしっかり取ってプレッシャーかけていくっていう形でやってたんですけど、やっぱりそれ以上に関口プロの堅いプレーにやられて、やっぱり大事なところはしっかり決めきられる、守りきられるって形が多くて、でやっぱあとサーブの一発っていうので取られたのも多くて、そこら辺のレベルの差をすごく感じました。自分のプレーできた部分はありましたか？まあ、でも、拾ってっていうプレーが自分のプレーなので、そこはしっかり出せたかなと思って、それで、プレッシャーかけてミス出せるっていうパターンも、結構多かったので、それでゲームが取れたかなと思ってます。はい、ゲームとしては2つ取ることができました。ぜひまたラグに戻って練習して、試合の経験積んで、またチャレンジお待ちしてます。ありがとうございます。関口プロ、お話聞かせてください。いやー、最初びっくりしました。もう思った以上に走れますし、やっぱショットのキレもいい、やっぱ粘り強いプレーだったんですけど、まあ、やっぱそこは僕もやっぱ譲れない点ではあるので、もっと短いポイント、ショートポイントもっていう手もあったんですけど、まあ、僕としては僕の多分お互いに同じようなタイプの選手なので、やっぱそういうところで勝負をして取れた方が僕としては嬉しいかなということで、やっぱりこうラリーをしていく中でもっとこうした方がいいかなっていうところはもちろんあるんだけど、まあ、改善すべきところ絶対あると思うけど、まあ、自分の、まあ、足で絶対速いと思うし、走れるし、そういうところをもっと生かしてやっていけばもっと良くなると思うし、もう一本もうちょっとこうアグレッシブな場面も出てくると相手はもっと嫌かなという思います、思いました。ありがとうございます。では第1試合、関口プロの勝利ということで、ありがとうございました。